動く可能性は十分にありますね。ビターレン長崎対アルビレックス新潟、両チームスコアレスで折り返します。この時間はビターレン長崎対アルビレックス新潟、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドを紹介します。右側が新潟、対して左のエンドを守るのは長崎となります。さあカウンタースピードを上げたいところ、裏へのスルーパス、どうだ、仕掛けるか、これをオフサイドはない、シュート、積極的に切り込んでいったんですが惜しくも外しています。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。米田、このゲームファーストシュート、裏のスペースを狙う、いいボールだ、リターンからどうだ、危ないシーンでしたがクリアの対応、カットに行きます。鈴木、前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。これはつながりません。トーマス・デン、長倉、さあ右へ預けて抜けてくる、ここはクロス、わずかに左へ。